梅干しイソギは日本近海に生息するイソ銀ンの一種である。従来はイギリス沿岸から西ヨーロッパ、地中海、アフリカ大陸西岸にかけて広く分布するものと同種と考えられてきたため、現時点では蒸気の学名が適用されている。ただし、近年日本産のものは別種であることが示唆されている。アクロラジが出ている。 梅干し蘇銀着色違いの梅干し蘇銀着、生体は基本的に96本、最大で192本の触手を持ち、それらが6つの円を描いて配置されている。潮が引いて触手を引っ込めた状態では、梅干しに似た直径5センチメートルほどの赤茶色の塊となる。体壁の上部にはアクロラジと呼ばれる青色の玉があり、これは、 死方細胞を含んで外的に備える。本種には様々な色のバリエーションが知られているが、これらは別種のイソギンチャクであるという報告もある。ストロベリーアネモネ本種は同族のストロベリーアネモネに似るが、本種の方が小さく、また色彩が一様である。群生する梅干し磯銀着派の格乱が激しい場所と穏やかな場所のいずれにも見られる。 長官体の環境に適応した生物で、ある程度の高温や乾燥に耐性を持つ。また、講演生でもあり、エスチュアリーのように、塩濃度が変化しやすい環境にも生息する。大にして、多数個体が集まって張り付いており、潮が引いた場合にはそれらが丸まった姿で一面に張り付いているのが見られる。なお、本種は、口から小さな個体を吐き出して繁殖することが知られている。 これはかつては受精卵を体内で育てて放出しているものと考えられてきたが、現在では角膜から無償的に作られるものであることが分かっている。竜健介。イソギンチャク類の分類学的研究。千葉県立中央博物館文館会の博物館。2020年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月23日閲覧。内田。 ソヤマ、梅干しイ銀着、千葉の県立博物館、2020年12月4日時点のオリジナルより、アーカイブ、2021年5月23日閲覧、ありがとうございます。